富士見野市立上福岡歴史民俗資料館は、埼玉県富士見野市上福岡地域の歴史、民俗学、広古に係る資料を収蔵、展示する博物館類似施設である。昭和57年度に、歴史民俗資料館の国庫補助金及び、県費補助金を受けて、上福岡市立歴史民俗資料館として建設され、昭和58年11月3日に開館した。 開館までに民族資料1446点、歴史資料4066点、郷土図書2654冊、考古資料を多数収集した。常設展示室は1階135平方メートル、1階の収蔵庫は37.8平方メートルであるが、中2階上の棚を設けている。 外部資料を一時的に収蔵する特別収蔵庫16.4平方メートル、2階に58平方メートルの収蔵庫と61.4平方メートルの研修室を設け、事務室、図書室、ホールなどを含めた延べ床面積は623.5平方メートルである。常設展示は1階の入り口ホールにシンボル展示として、 三福学校と近代教育の歩みと題して、明治15年に上福岡地域に開校した三福学校の模型と明治時代からの教科書や試験問題、学校員、石板その他の当時の教育に使用された道具などを展示している。常設展示室の入って右側は原始、古代の展示コーナーとなっている。富士見の私立大い郷土資料館と異なるのは、 縄文時代中期の展示があまり多くない反面、詐欺森跡の書疫組織機の遺物、埼玉県指定史跡の権ンゲ山古墳群出土の弾きをはじめ、古墳時代となら、平安時代の展示が充実していることである。旧石器時代展示の最初には、関東ローム層の実物大の写真パネルとなっており、地表面から旧石器が出土する実際の深さが表現されている。 富士見野市の北端部の川崎遺跡で採集された2万7千年前のナイフ型石器、黒曜石の石格、白片や石器製作技法が展示されている。旧石器時代の展示の隣は、縄文時代の展示となるが、その最初には、上福岡地域の遺跡出土の縄文時代の、打製石符や、詐欺森遺跡出土の縄耳飾りなどが展示されている。打製石符は、 根菜類採取のために用いられたと考えられている。続いて、現在の私立詐欺の森小学校建設に伴って調査が行われた、縄文前期後半の書簭組織機の詐欺森遺跡出土の土器が展示されている。書簭組織の特徴である、疾患分や爪型分が施された典型的なカーラである。 実患文や爪型文は植物の茎を反剤したものをセブングとしたものである。展示の背面にあるパネルは詐欺森遺跡の住居跡の内部を想像して描いたものである。続いて、四北部の波形遺跡湿度の縄文中期後半の縄文土器が展示されている。A 式の公園部から器の上半分に蓮古文と呼ばれる半円形の文様を施すタイプのもの。 大木式の影響を受けた公園部門用体が退化して消失した道部の縦方向の文様だけが残った永遠、e、式愛部式の土器が展示されている。ここでは、富士見野市指定有形文化財の中高土器が見どころである。また、縄文後期については、川崎遺跡の絵鏡型中居跡出土の照明寺式土器や波形石出土の土偶も展示されている。 富士見の市内では、弥生時代は、終末期に、川崎遺跡に、住居跡、伊佐藤遺跡で、観光集落が確認されているが、今のところ展示パネルのみで紹介されている。3世紀後半の古墳時代初頭になる都市内の、滝地区に、権ン山古墳群が作られる。権ン山古墳群は、名手墳とされる二号墳が、初期古墳に、特徴的な前方部がバチ方を呈する前方。 高報墳であり、底部を意図的にかち割り、頸部に、弥生時代の土器に見られるようなボタン状の、貼り付け装飾の見られる古い形状の底部、ブ、先壺形かわらけと、小生前に、あらかじめテーに穴を作った、底部ブ先行土器、小型高月、雄断高月などの初期古墳によく見られる、騎士構成の土器が出土している。これらの土器はもともと被装者を送る。 早々儀礼で飲食が行われ、その際に置かれたものと考えられているが、飲食儀礼が実際に行われたのか、7七五分の坪勘時と共に、埼玉県指定文化財になっている。また、権元山古墳群が見下ろす集落であった、滝遺跡から出土した東海地方の影響を色濃く、受けた、S 字状公園台付け亀が展示されており、小型高月。 油断高月などの騎手構成を含めて、東海地方からの影響を伺わせる貴重な資料である。5世紀の古墳時代中期には、権ン三北古墳群が営まれたが、富士見の死して有形文化財の和装型、末期が展示されている。和装とは、壺型の型部分に円形の穴を開け、おそらくストロー状のものを差し込んで、儀礼で酒をすすりあったものであると考えられている。 すえきの産地は分かっていない。また、権ン山北三古墳群では、イルマ地区、引地区を含めて最古に属する円筒埴輪の破片が検出されており、埼玉県内の埴輪の変遷を知る上で貴重な資料となっている。古墳時代後半の上福岡地域では、滝、川崎地区などで住居跡が確認されており、それらの住居跡から出土したかまどを使用して、二滝に用いられた。 弾き亀が展示されている。なら、平安時代には、覇形遺跡や松山遺跡の集落跡が現れるが、古墳時代に使われたき付き月が消失し、末期の月が使われるようになることが伺われる。覇形遺跡では、地方役人がつけていたと思われる課題が出土している。また制御を示す用具として、 糸を紡ぐのに用いられた防水車や漁老の網につけられたと思われる土水が展示されている。また、市内では、奈良、平安時代に仏教に関わる儀礼が深く、集落にまで浸透してきたことを示すと思われる、鉄鉢型水液や緑油陶器、海遊兵士などが出土しており、これらも展示されている。川崎遺跡で発見された、緑油陶器の内面には、家紋が施され、 平成三年の発見当時は、埼玉県内で三例目で、集落から出土したものであることからも貴重な例と言える。原始、古代の展示コーナーの向かいには、中世、近世の展示コーナーがあり、鎌倉時代からの痛みが露出展示されている。その隣には、長久遺跡や川崎遺跡から出土した中世及び、近世の考古遺物を展示しているガラスケースがあり、 福建省の流線用で焼かれた、高連弁文聖寺湾の破片、日本国内産の天目茶湾、小瀬戸段階に、瀬戸産卸し皿など、中世の遺物や、近世諸島の瀬戸産すり鉢の関係品と、遠遊皿、季瀬戸皿、唐津焼の最古に属する動力遊湾が展示されている。また市内から出土した、海原通報をはじめ、北総線、後部通報、 英楽通報の主なものを展示している。全体として、新菓子川衆運で福岡菓子が繁栄したことから、近隣市町村ではなかなか見られない、周雲関連の展示が際立っている。生麦事件当時の旧上福岡地域の庶民の姿を記した板や武州一揆を鎮圧するために、川越藩が放った球場を呈する、鉄製砲弾などがこのケースの見どころの一つとなっている。 新賀ガ川周雲、大杉新工常設展示室の右手奥の部分は、新賀ガ川周雲に関連する展示となっている。中世、近世の展示コーナーの奥には、現地には、国の登録有形文化財の文庫像のみが、残存する海藻丼や吉野屋の帳場をそのまま、移動してきた帳場格子、帳場机、そろばん、箱階段、印番店などを見ることができる。 常設展示室の突き当たり部分は、周運関連の古文書、下福岡にある大杉神社に奉納された天狗面のついた額の模型、周運に用いられた船の1、5の模型や制御としての周運を営む上での、道具や船の貝、櫓、穂を張るための穂柱や帆桁の実物、破れや破損があるが、この布の実物も展示されている。民族分野順路に従い、中世、 近世の展示コーナー後ろに回ると、地域の伝統産業である砲器作りの展示がある。昭和40年代まで盛んに行われていた。平成3年に青年会議所のイベントで制作された3メートル以上に達する日本最大の手作り砲器が展示されている。その向かいには、水害に備えて内野に備え付けてあった、長さ5メートルに達する水害線。 またやはり昭和40年代まで盛んであった高畑の旗折り機が展示されている。最後は民家の復元コーナーで台所、土間、上がり場の部分を展示している。宝録、鍋などの舎仏具と戸棚に膳、米びつ、食器類が収められている様子が表現され、伝統が普及し始めた。当時の照明を表現するため暗い電球が付けられている。 年2回程度の企画展と年1回の特別展を行い、学習講座と特別展の関連講座を大学教授、若手研究者、専門的知識を持った個人、県や市町村などの文化財関係職員を呼んだり、館の学芸員で年に4から5回程度行っていた。上福岡市と大井町が合併して、富士見野市になり、平成21年度以降大井郷土資料館と、 交互に特別展を行うこととなった。常設展示図録には掲載されているが、現在は見られない常設展示としての工具の展示と、明日の紙福岡があった。校舎は、子供による未来の創造画があったようで、常設展示図録によると、市内の子供たちの考えを元にして描いた未来の絵を、通して、私たちのコミュニティ作りに強い関心と興味を、 持っていただく夢と希望のコーナーとして位置づけられていた。ありがとうございます。